中島文明は、日本の実業家、昭和電線ホールディングス株式、会社代表取締役社長を務めた。退任後、東京水道取締役、ジャノメミシン工業取締役、東京都出身。1983年明治学院大学法学部、卒業、昭和電線入社。2010年、昭和電線ホールディングス経営企画部長。2011年、 昭和電線ホールディングス経営企画部長兼調達企画部長2012年昭和電線ホールディングス取締役経営企画部長兼調達企画部長2016年から昭和電線ホールディングス代表取締役取締役社長2018年昭和電線ホールディングス相談役2019年ジャノメミン工業取締役 2020年東京水道取締役昭和電線 HD 社長に中島文明氏に刊工業新聞2016年5月12日5時新社長に中島文明氏昭和電線ホールディングス朝日新聞デジタル2016年5月12日5時第120期優証券報告書昭和電線ホールディングス人事 昭和電線ホールディングス産経新聞2018.5245時2分2019年3月9日証券報告書1234キロバイトジャノメミ新工業東京水道サービス株式会社株式会社ピュークとの合併契約調印式を開催東京水道サービス株式会社2020年2月14日11時ありがとうございます